皆さんこんばんは。今回は釣り具ショップにアコを釣り用に使えそうな激安ワームを求めて買い漁りに行ってきましたので、購入したワームをご紹介させていただきます。まず某中古ショップでこの2つのワームを購入いたしました。これはですね、クロー系のワームですかね、結構細長いタイプです。こんな感じですね。まあライトロックに使うんでしたらもうちょっとこの辺ちぎってもいいかなとは思いますね。なんかまあ普通に釣れそうな感じですね。どうでしょう。で、次に購入しましたのがこちらのザ・スペシャリスト、ザ・プロズ・チョイスっていう名前なんですかね。メイドイン USA、 メイドイン USA なんですけども、食べられません。幼児の手の届かないところに保管してくださいと、まあ日本語が書いてますけど、これがね80円です。80円。ね、これ 1,2,3,4,5,6 8本入ってて、80円ですから1本10円ですね。安いですね。で、私がこのようなパドルテール系のワームですね。塩まみれですけど、こんな感じですね。これもなんか普通に釣れそうな感じですね。そしてこちらスラッグ号4インチ、これがね、10本入って167円、某釣り具ショップで購入しました。これはですね、例えばこういった、ダート専用のジグヘッドをつけて、いわゆるワインド調法っていうんですかね、ワインド調法でアコウとかがね、釣れるんじゃないかなと思って購入してみました。まあ普通にテキサスリグとかダウンショットとかでも十分釣れそうな感じがします。このピンク色っていうのがいいですね。ドピンク、このね、さすがメイドイン USA、 ピンク色が釣れるということをよく分かってらっしゃる。これでね、ライトロックフィッシュゲームを楽しんでみたいと思います。また釣れたら動画アップしますので、どうぞご期待ください。それでは今回の動画は以上で終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。